例えば刑事ですとかローマ人ですとか、こうはっきりした役柄が多かったですけれども、今回一応詐欺師とはなってますが、その現場 の、 その僕の日常みたいな、そういう部分をそのまま出していけばいいかなと思って、その現場の雰囲気をそのままこの作品に出せたというのは、まあ、そういう、まあ、ちょっと力を抜けた感じというのが前の2つとはちょっと違うものが今回できたなと思って嬉しく思ってますけど、鉄という人間についてはいや、もう鉄っていうのはね、もう竹さんがいてて鉄がいてるという、考えたら竹さんっていうのは自分の芸人の中で言うたら本当になんか寒さみたいな部分の中で、なんかすごいなんかこの人がいてないと今の自分自身がなんかなかったん違うかなっていうぐらい、やっぱり映画の中でもそのなんかそういう部分感じましたね、鉄っていうのはね。阿部さんありがとうって思った瞬間とか何か具体的なエピソードありますか？暑い外公園のロケですっとアイスクリームを出してくれたりとかスイカ買ってきてくれたりとか、本当に現場でスタッフみんな庄司さんね、心温かい、まあ、アイスをもらったりとかね、いろんなことをしてくれたら、もうそれも本当にね、庄司さんのことだったりするんですけどもそれはね、阿部さん、みんなの本当に僕はみんなの足引っ張ってたんでね、そこの部分でちょっとでもこう許してもらえるかなという部分で、はい、そうやったんです本当に。道夫さんはそんな撮影現場の方にも足を運ばれたと伺ってますけれども、はい、僕のイメージとぴったりだったんですね。もう間取りから畳の汚れ具合から、こう階段の位置から全部ぴったりだったんですね。で、なんで驚いたかっていうと、僕原作の中に一行も書いてないんですよ、そういうことを。で、完全にイメージをそのまま監督さん、舞台、ちょっとどういう職業の方か分からないですけど、映画作ってくれる人がもう本当にイメージを汲み取ってセットを組んでくれたんだなって、もうそのセット見た時、ああ絶対これいい映画になるんだろうなと思いましたね。まあ、これまでの人生ですとか、その芸人生活の中でこうこれ騙されたなって、こう いっぱいやられたなみたいな、ある隣の大阪の隣の県のお米っていうか、何々米というそのお米を売り出していくのに、まあ、コマーシャル担当 のお偉いさんから、お前ほとんど決まりやぞって、お米のコマーシャルのね、もう2人残ってると、お前とあとその滋賀の方のおばちゃんが残ってんねんけど、ほぼお前に決まりや言うて待てど暮らせど連絡は来ないんですよ。課長、コマーシャルの件どうなってますかと。残念ながら素人に負けたと芸人ってね、やっぱり目先の金計算してるんですね。これぐらい もらえるん違うかなと。それで一応会社の経理の方に行って、さっき前借りするんですよ。ほんな前借りしとったわね、素人のおばちゃんに負けるわ。この金返すのに走り回ってね、その時騙されたというのがはい。ちょっと後ろを見ていただいて、パネルがですね、先ほどなんかひら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 めくれちゃってるんですよね。はい。で、衝撃のラストに衝撃の裏がある。あれ、ちょっとなんかめくれるみたいなんですけど、は？いや、村上さん、俺これ聞いてないで。村上翔さん、全国プロモーションアンギャの旅決定。あ、いや決定違う、決定ちゃうて。すいません、よろしくお願いします。え、これ何なんですか？嘘やん。本当に村上さんいい方だというふうに。僕ちょっと忙しいんで代わりに、はいはい、いやマジ俺上だもう今日から早速。あれこといいねえ、マジで。もう、はい、もう一番暇な僕ですよね師匠、代わりによろしくお願いします。わかりました、行ってきます。よろしいですか、鉄の旅で。そらもう阿部さんに言われれば映画の旅お願いします。なんかもう早速行くみたいなんでよろしくお願いします。師匠頑張るぞー